あそこにちっちゃいやついるでしょ、あいつ。あのちっちゃい、あそこにいるやつ。あれがね、村上舞っていうんだけど、中学3年生、あのちっちゃいの。中学3年生いなかった？しましま。私、中学3年生。中学3年生でしょ、はい、一緒だから、同級生。マーリンと同い年なんだ。すごい。そうでしょ。村上舞選手とももクロがご対面。中学3年生の村上舞です。よろしくお願いします。はい。村上舞、2010年11年の全日本体操競技選手権でも種目別ゆかで金メダルを獲得。池谷幸雄体操クラブを代表する超要チェックの選手なんです。はい、同級生。はい、同級生。はい、中学3年生です。よろしくお願いします。はい、身長がね、どのくらい違うか。並んでみると。ほら。すごい。身長何センチですか？139です。伸びたな、お前。この前130センチぐらいしかなかった。この前まで9センチもなんですごい伸びた。まいちゃんの演技見たい。見たい。あね、大丈夫か、はい、じゃあちょっと見ましょうか。いいですか、やばー、はい、じゃあこっち。やばい。村上選手の技を目の前で披露してもらいます。こんにちは。じゃあ村上まいちゃんの演技を見せてもらいましょう。はい、はい、では行きます。はい、村上まいね、これはタンブルトラップ、な、細長いトランポリンなんだね。トランポリン、すごい。今のは2回回って2回ひねるっていうね。2回回って2回ひねる、はいね、だから2回宙返りして2回ひねってるっていう。2回宙返りね、早すぎて今のは分かんないってことだよね。なんかおーってなってる間にもう、ね、あーってなる。そんなももクロのために分かりやすい技を見せてくれる村上選手。縦に2回から。おお、伸びてる、すごい。これ分かりました、今ね。分かります。だから今のは縦に2回回ってた。あれに横に2回つけたのはさっきのその前の技。新月面宙返り。ね。私たちこれから体操を体験させていただくんですけど、何かアドバイスとかありますか？まあ、とりあえず結構大変なことがいっぱいあるんですけど、くじけずに頑張って。根性論、根性論だからね、根性論、根性がいりますよっていうことです。はい、わかりました。じゃあ早速やってみようかな。はい、今日はみんなの番です。はい、頑張ってください。頑張ります。